超ときめき宣伝部イコールハートの最新アルバムときめく恋と青春が初週29,580枚を売り上げ、1月30日発表の最新オリコン週間アルバムランキングで初登場1位を獲得した。以降10位までのランキングと合わせご紹介します。